鉄板新幹線網は完成するのかということでね、本日もお話をさせていただこうと思います。しばしお付き合いのほどよろしくお願いいたします。日本航空鉄道費第47話ということでですね、今回お話しさせていただこうと思います。全国新幹線鉄道整備法交付に伴う全国新幹線網の決定ということでね、ちょっとタイトル長いんですけども、全国新幹線鉄道整備法、現在のね、あるわけですけども、全国にですね、日本全国の高速鉄道、新幹線網を建設しようという構想で、現在の整備新幹線構想の、ね、基礎となっているものです。というかですね、現在の整備新幹線の、法律ですね、これはあくまでもこの時に作られる、法律に基づいて作ったわけですよね。ですので、これが一番最初スタートになります。現在整備新幹線に関する。その問題点を探るためにですね、時にですね、根拠はどこにあるのというのはここです。はっきり言って。ここからまず最初スタートします。それはいつかというと、1966年、昭和41年です。の9月、当時の政権党、今も政権党ですけども、自民党ですね、今後ちょっと分からないですけども、都市交通政策調査会というのを設置しました。その時のですね、会長が、田中角栄、ね、後の総理大臣です。田中角栄では非常にね、名言とかでもいろいろ出てきたりしますけども、この方がですね、まず最初にこの経済調査会、都市政策調査会といった時にですね、国鉄の採用と、意見を採用するわけなんですね。で、国鉄としてはですね、経済社会発展計画に呼応して、太平洋縦断新幹線構想、盛岡から博多間というのをね、提案したというふうになっています。このね、盛岡っていうのはですね、実はちょっと無礼なところがあって、実はもともとは仙台から博多間だったみたいなんですね。ただですね、鈴木連合が鉄道審議会の会長というところもあってですね、盛岡まで延長してほしいなっていうようなこともあったとか言わなかったとかっていうような話もありますので、この辺はちょっとあれなんですけど、一応記録として残ってるのはですね、盛岡から博多まで、の路線を作るんだという整備構想を示します。その中でですね、この提案に対してですね、田中角栄もね、乗り気があるんですね。なかなか面白いないかと。じゃあ、作れないかというところでね、基本、枠組みというか、その方針が決めるわけです。当時の国鉄というのはですね、運輸省という組織が上にあるんですけども、運輸省はどちらかというと、鉄道は関東局というのがあるんですけども、鉄道、国鉄に対して、要は陸上輸送に対してですね、あまり口出しをできない、しないなんですね。もともと運輸省の中の鉄道総局というところが分離して、国鉄という組織になっているわけですから、運輸省にしていれば、一無局に対してあまり口出ししにくいというね、ところがありました。またですね、もともと鉄道総局が運輸省の本体でしたので、言えば、運輸省からすればですね、非常に言い出しにくい、そういうところもあってですね、運輸省はここでは出てきません。運輸省はどちらかというと、当時は港湾関係、建設とか整備に力を入れていました。それで、道路の方はですね、建設省ということで、こういう各省庁からですね、意見を求められたときにですね、国鉄はこうやりますというふうに示されていますね。で、その内容をですね、当時の国鉄の国内史、この交通技術、昭和42年10月号にですね、20年後の幹線鉄道網として、新幹線網の計画についてね、語られたわけですね。これによりますと、当時の政府が策定した新産業都市計画の都市間を直結する高速鉄道網を整備するとともに、首都圏の膨張を避けるために高速通勤鉄道網を作ることを目的としています。ここにですね、出てくる高速通勤鉄道網なんですけども、実はこの計画はもう完全に飛んだしています。こちらですね、どういうものだったかというと、例えば山梨、甲府あたりとか、もし、水戸、あと成田付近までですね、約1時間程度で結べるような高速新、新幹線を作ろうと、で、通勤専用に使う新幹線を作ろうという構想だったわけですね。で、実際はですね、成田に関しては、成田空港整備の関係で、成田新幹線として計画に達されますけども、これも計画としますよね。ということで、他の水戸方面、それで甲府方面もですね、一応そういう新幹線計画っていうのがあったわけです。その理由はですね、やっぱりまず一つは、東京にすでに一極集中しつつあった状況で、特に中央線とかですね、大変な混雑だったわけですね。で、そういう中でさらに一極集中していくのを、避けたい。で、あともう一つは結局、そのためにですね、甲府あたりまで進んでもらおうと。東京自体に住むのを減らしとおうと、ね。東京自体に住むのを減らそうということで、
遠隔地にですね、住んでもらえるように交通網を作ろうというね、発想だったんですね。で、それによってですね、通勤の緩和とか、ね、またそういう豊かな環境で進めるんですよということで、アピールすることで東京の一極集中を避けたいという思惑があったわけですけども、まあ、その計画を思わ、ね、言わずもな、現在失敗していると言わざるを得ない状況ですよね。まあ、記事はですね、以下のように書かれていましたということで、順番に紹介していただこうと思います。まず1番目ですね、基本的な考え方。連日の新興機新幹線で、ね、効果は都市間を直結し、ね、その時間距離を飛躍的に短縮することになる。ね、まあ、新幹線できるまではですね、新幹線は誰が乗るんだというね、声が多かったわけですけども、実際にですね、200キロで走る新幹線というのはですね、快適で、ね、危険性もない。そうなってくればですね、いいじゃないかと。ね、もっともっと増やせないか。もっともっと都市間を直結すればですね、今まで5時間かかったら2時間できる、ね、3時間できるとなればですね、どん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 効率が増えるじゃないかと。東京、大阪、見てみっていう感じのね、そういうノイラだけなんですね。で、それを全国に広げていくんだと。ね、なおかつそこに新産業都市という計画が当時ありました。もしくは工業都市をね、こう作っていくんだと。でそういう都市間をですね、結ぶことで、そういう人の移動を、ね、活発にできるじゃないかというのが基本構想だったわけですね。で、まず全国新幹線鉄道網の計画などの基本的な、ね、考え方として、県庁所在地、人口10万人以上の都市、新産業都市、工業整備特別地域などをですね、国土開発や産業立地の基礎地点を配置の考慮して、それらに必要なもの、すなわち地方中核都市と東京、大阪の都市圏とですね、3、4時間直結しようと、ね。まあ、そういうことを計画するわけですよ。まあ、一部遠隔の人、例えば東京から博多、さすがに3時間無理ですから、まあ、それは、ね、7時間とか6時間というのは想定されるわけですけども、基本的にですね、まあ、1日でこう行って帰ってくれる、行動検討することで、まあ、交流を図るんですね、なったわけです。まあ、もう50年以上前ですから、今のようにインターネットとか、ね、そういうものが発展してません。あるのは電話ぐらいです。電話、もしくはファックス、ね、ということで、なあ、詳細な打ち合わせをしましょうとか、あればですね、やっぱり直接こう、会って、ね、直接こう会って、その場でこう、話をするっていうのが一番早いわけですよ。ということで、いかにその移動時間を短縮できるかっていうのはね、非常に大きなメリットだったわけですね。まあ、そこで、まあ、新幹線、最初にクルーズで示したね、新幹線網の資料が、まあ、1ページとしてアップさせていただきます。こちらのですね、図が、まあ、日本国有鉄道が示したですね、最初の、まあ、計画図、まあ、基本計画、まあ、基本計画はかなりこう、最初っていうよりもですね、まあ、自民党との中で詰めて、ある程度固まってる中でもね、まあ、計画案というのがあるわけですけども、ここにこう伸びてる部分ですね、これがうちは通勤、新幹線の計画もでした。で、この点線になってるのは東海道新幹線ですね、出来上がってる路線ということで、あとですね、この、さらに内側を通っている新幹線ね、この部分。これがですね、第二新幹線で、中央新幹線っていう名目でね、名称で使います。まあ、現在はリニアをですね、新幹線が一応このルートみたいな感じで考えられてるわけですけども、まあ、当時の基本計画に乗っとったら、ね、一応中央アルプス付近を貫通してですね、まあ、続く、行くんだって、まあ、最短距離で結ぶ新幹線を作ろうとしたわけですね。この当時はまだ東海道新幹線でなくって、この中央新幹線ですね、別にはリニアで作ろうという考えたわけじゃないです。一般の新幹線考えてました。まあ、当然ですね、新潟ね、東電ですけども、あります。佐田科学院のね、で他ですね、ここ、中央新幹線、山陰新幹線なんですけども、実は島根で止まってるんですよね。で、本来であれば山陰線ですので、そのまま博多まで、博多で九州までね、下関から伸ばせばいいんですけども、なぜか当初はこう、松江で止まっている。というのはですね、まして、また山陰の方ですね、どんだけ需要があるのかというのがあるし、これ見ていただくとわかるんですけども、ほとんどその新産業都市的なもの、産業地域のものってないんですよね、実は。で、これを考えると何かなっていうと、ここは実は竹下登る。ね。当時の、田中派もですね、最右翼というかですね、まあ、右腕のような存在だった。竹下の存在があるんですね、竹下登るというふうに考えられます。まあ、他はですね、まあ、大体こう、新産業都市につなぐような感じでね、作られています。
あと、まあ、四国新幹線に関しても一応こう計画されてましたね。ただ、四国新幹線に関してはこのルートが不明確ということで、連絡線の場所を作って整理しましたっていうのを書いてますね。まあ、実際に仮にですね、新幹線を通すとしても、まあ、ここが一番ベターなんだろうなと思います。一応、土日の計画ではですね、明石海峡橋と、ね、通って、こちらも通す新幹線も計画されているわけです。で、さらにこれが、その後ですね、計画なんかでは、大分を入って、四国を縦貫してですね、大分を通過して、熊本に向けた新幹線ね、こういう計画もあったんですけども、まあ、こういう計画自体もですね、今、そんなのあったのって感じがありますけどね、まあ、当時の一番最初にですね、示した、昭和40年頃にですね、提出された計画ではこのような計画がなされていたというところになります。さらにですね、まあ、新幹線ではですね、貨物輸送や自動車と一貫輸送というのもね、まあ、構想として書かれているんです。まあ、後期新幹線の在来線との使い分けということで、まあ、全国的には後期新幹線網の整備を考える場合、表記在来線活用、すなわち在来線を改築して、これに充当できないかというアイデアが出てくるわけですね。これは急直線及び踏切の除去、長期にわたる営業の中断などの点を考えると不可能に近く、やはり新設ということになると、そうすると後期新幹線と在来線と二重投資となるないかという点が問題となる。まあ当然ですよね。一時大阪ではよく流行った二重行政なんていう言葉があるんですけども、まあ、これと一緒でですね、同じものが2つできるので、無理じゃないのと、ね、いう意見が当然出てきたわけです、当時もね。ただ、あくまでも新幹線と在来線別物なんだと。ね、いうよりも、その姿勢の輸送方式が違うので、自らの使命が異なるんだと、ね。新幹線はあくまでも長距離を早く走らせる、ね、ものであって、在来線っていうのは地域沿線の、まあ、ニーズを拾っていくものだということをね、明確にもしてるわけですから、両方とも必要なんだというふうにこう言い切ってるわけですね。で、むしろですね、新幹線に対してはですね、旅客だけじゃなくて、コンテナ輸送、コンテナより高速高等級貨物、まあ、要は生鮮食品とかそんなのはね、政策運賃安かったんですけども、まあ、それ以外のものもですね、貨物運べるんじゃないかと。ということで、新幹線運んでいいんじゃないかと。まあ、急送品と言われてもですね、まあ、例えば、多少安くなったとしてもですね、値段を抑えるとしても、例えば、鮮魚とか、まあ、そういうのがですね、まあ、早く届けるということであればですね、新幹線という方法があるんじゃないかということでですね、まあ、高速高等級貨物の輸送や、貨物輸送を一応分担してですね、蒸気在来線は各都市付近の通勤輸送、新幹線に対する培養、保管、および一般貨物輸送を分担するものとすべきだというね、こう明記しているわけです。ね、そういうことでですね、注目していただきたいのは、あくまでもですね、鉄道、新幹線ですね、旅客だけじゃないんだというふうなことを言っている。ここがね、今の整備新幹線上で若干違うところなんですよね。まあ、引き続き年表の方にね、戻るんですけども、昭和40年9月には、ね、国鉄は自民党都市政策調査会に総延長約4500キロの全国新幹線鉄道網、総延長約560キロの首都圏高速鉄道網の構想を説明し、都市政策大綱1968年に基幹交通体系の建設として具体的に採用されていました。さらにですね、社43年の2月、ね、1968年ですけども、全国新幹線鉄道網の構想を具体化するための法律及び建設資金の調達方法などに関する調査を促進するため、国鉄は本社内に幹線調査室を設置します。昭和44年1969年5月、総延長約7200キロと想定される全国新幹線鉄道網の計画及び構想を盛り込んだと新全国総合開発計画が閣議決定ということですね。ここで注目してほしいのは、最初は4500キロだったんですよね、昭和42年9月の時点では。わずか1年半ほどですね、2700キロ増えてるんですよ。3分の2ほど増えてるんです。ね、ここ注目してください。7200キロ増えたんです。ね、とんでもない数字だったんです。で、まあ、それがですね、新全国総合開発計画ということで、まあ、閣議決定されます。で、昭和44年6月、同年6月ですね、1960年6月。
第48回鉄道建設審議会で、新幹線鉄道網整備のための法律案を次期通常国会で提出することを目処にすることを決議しています。ね、こういうですね、トントン拍子にね、国鉄が出した計画案がですね、どんどん拡張していくというね。じゃあ、やろう。ね、やろういいんだけど、じゃあ実際作るときのね、算段はどうするのっていうのは後回しになってきながらですね、どの計画だけどうにしますというわけですね。さらにですね、全国新幹線網なんですけども、昭和40年9月、ね、自民党国鉄基本問題調査会及び同交通部会の合同総会では、総延長約9000キロということで、7200キロ、さらにまた増えているんですね。の全国新幹線鉄道網を昭和60年前に総額約11兆3000億円で整備すること、及びその整備に関する基本方針を決定するわけです。ここでね、注目していただきたいのは、あくまでも11兆3000億円の予算がかかりますよとなってるんですけど、公共事業じゃないんですね。国鉄が作る。ね、国鉄が作るということを決めたよ。国鉄が作ることに決めたよということです。政府がお金を出して作りましょうじゃないんですね。そこがまず一つ注目してください。で、総延長約9000キロということでですね、当初から考えれば倍近いね、距離になっている。ね、そういうところを整備するんだと。膨大なことを言うとですね、で、44年ですけども、国鉄当時、赤字なんですよ。で、赤字で赤字再建がちょっとセットになってきます、この時。で、最初の再建計画で立つんですね。再建計画をしつつ、新幹線を作っていきましょうっていうね、非常にまあ、攻めの体制ではかっこいいんですけども、彼は矛盾した状態の中でですね、こう動いていっているというのをまず注目していただきたいと思います。さらに、昭和45年3月、第50回鉄道建設審議会で、全国新幹線鉄道整備法案の要綱が決議されます。同じく、同年4月、1970年4月ですね。自民党鈴木蓮舫衆議院議員は、他16名提出による全国新幹線鉄道整備法案が第63国会に上程され、審議が開始されます。ここで正式にですね、新幹線整備法案のね、現代の法律につながる、この、区間がですね、全部出てくるわけですね。で、昭和45年5月、参議院において、同法律が可決、成立し、昭和45年5月18日、法律第71号として公布され、6月18日より施行されることになったというふうに書かれています。こういうですね、昭和41年にね、スタートして、こう最初の提案なされたですね、新幹線整備の話はですね、どんどん話が大きくなっていって、日本全国で、ね、至るところに新幹線引こうじゃないかというね、話になります。これと実は並行してですね、高速道路も作っていこうということで、当時、昭和48年まではですね、石油ショックまではですね、高度経済成長ということで、日本の経済成長がどんどん進んでいく。まあ、今は中国がですね、何年か前こうするとね、鉄道、新幹線をどんどん作っていく。あの状態がちょっと50年前の日本だったわけですね。で、どうなったかっていうと、石油ショックで、もうね、経済成長じゃ見込めないっていうことから、新幹線の建設どうするんだと。国鉄はどんどん赤字になってないかということでですね、なるんですけども、それで、なおかつですね、公害問題とかそんなの、こう、揺り返しでですね、環境問題ってすごくこう言われるようになって、新幹線は騒音がうるさいとかね、そこから新幹線いらないじゃないかとか、いうような問題が出てきて、新幹線の建設がどんどん飛んだしていくというところになります。まあ、最初に決定したのはですね、上越新幹線と東北新幹線、成田新幹線、この3つだったとね、言われてるわけですね。昭和46年、1971年の1月の18日に、上越新幹線、東北新幹線、成田新幹線の基本計画が決定されました。同日、運輸大臣から国鉄、すなわち鉄道建設公団ですね、こう調査命令が出されるわけですね。で、上越新幹線と成田新幹線ですけども、この2つはですね、鉄道建設公団が担当するようになりました。まあ、上越新幹線に関してはですね、まあ、田中角栄がね、鉄建公団を作ったので、まあ、非常に信頼の流れかと思います。で、国鉄はですね、東北新幹線を建設しなさいということで、だから東北新幹線と上越新幹線ね、若干こう、行動というか、ね、建築物のですね、行動が若干違ったりするわけなんですけども、まあ、それはね、国鉄と鉄建公団の、まあ、考え方の違いがあるかもしれません。ということで、上越新幹線と成田新幹線はですね、
鉄筋公団から作って東北新幹線や国鉄が直轄で建設するわけですけれども、成田新幹線の方はですね、空港付近に、まあ、駅舎建設からスタートします。もともとですね、成田新幹線自体はですね、この新幹線も大きいことに入ってませんでした。当初はどちらではその都市高速鉄道、通勤高速鉄道の中の一環だったと思うんですけども、空港がですね、成田にできるというね、成田にできるということからですね、急遽方針変更で、新幹線の中に組み込まれたって感じですね。で、実際はですね、こう成田空港、まあ、非常にですね、反対の多かった空港ですよね。で、過激派によるね、中核派とか、過激派による、まあ、反対運動も多くてですね、非常に膠着した状態ということで、新幹線自体の建設もですね、なかなか進まなかったわけですよ。まあ、最終的にですね、もう新幹線の建設自体がですね、飛んでしてしまって、まあ、困った状態なわけですよね。で、東北新幹線じゃなくて、京成もですね、空港開業当初ですね、今の東成田だったかな、に駅を設けたわけなんですけども、これもですね、結局、まあ、国鉄が新幹線をね、成田空港の直下に入れるっていうのを決定してましたから、なんでかんだと理由をつけてですね、私鉄のである京成をですね、入れさせなかった。ね、まあ、そういう経緯があるわけですよね。まあ、そこでですね、まあ、結局ですね、どうなったかっていうと、まあ、新幹線、成田新幹線自体はですね、空港、地元住民の反対とかもあってですね、中止せざるを得なくて。で、現在も走っている、ね、高速鉄、成田高速鉄道でしたっけ、が成田空港までね、乗り入れて、JR、京成ともに乗り入れてますけども、この区間っていうのはですね、もともと成田新幹線の、建設した用地をですね、有効活用したというのを言われてますよね。はい、あとですね、その後、整備新幹線に関してはですね、その後の多くの調査指示が出されて、昭和47年、1970年の6月の29日には、北海道、東北、北陸、九州新幹線の基本計画が決定され、国鉄及び鉄道建設公団に調査命令が出されました。ただですね、国鉄のこの新幹線建設なんですけども、もう先ほど申し上げたかもしれませんが、あくまでも公共工事じゃないんですよね。国鉄、もしくは鉄道建設公団が作りますと。で、鉄道建設公団作りますっていうのは国鉄が委託する形になりますので、国鉄は鉄道建設公団に建設費を払わないといけない。ね。借金してるわけですよ。簡単に言えば。ね。で、さらに東北新幹線に関しては自前で作ってますので、これも自分で予算を調達しなくてはいけない。ね。お金を捻出しつつ、なおかつ、もう一個は作ってもらってるんで、それの後の支払いも終わっているというね。そういう状態の中で、政府の出資だとか、利子補給というものをね、国鉄は政府に要求します。また、経営に対する補助を要求します。国鉄は当時、正直のところを申し上げて、赤字でした。ね。どん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 赤字が膨らんでいく。まあ、そういう中でですね、新幹線は作れ。ね。赤字は解消しろ。ね、言われてるわけですから、なんとかしてくれってあるわけですよね。で、まあ、そういうことでですね、道路建設に対する税制上の特別措置であったりとか、地下鉄建設に対する国の助成、空港や港湾の整備、住宅建設など、社会的必要性の大小により、順次所要の措置が取られていると言えるので、公共的に重要な使命を持つね、新幹線鉄道も、これについてもですね、やっぱりこう資金面だったりとか、経営面でね、サポートしてくれ、と国鉄は言うわけですよ。ね、当然ですよね。道路は作るのは、当時は道路公団ですけども、まあ、ある意味税金のね、補填が出されている。もちろん、交通量のね、通行量にも、使用益もあるんですけども、空港とかもほとんど丸投げですよね。港湾の整備も、国の公共事業だってやってる。一般道路整備なんかももちろん国の事業ですので、国がね、国道の直轄でやってくれてる。住宅建設なんかもそうですけど、そういうふうに社会的インフラの鉄道なんだって言ってるんですけども、これ明治からの感覚なんでしょうね。国鉄に対してはですね、積極的にこう、財政支援をしようとしないんですよね。はい、でもだから、そのためにはですね、ある程度のね、自主請求とか利子補給、なんか措置を取られたりしてましたけども、まあ、建設費自体はですね、国が負担したわけじゃなかったです。
実際に国鉄がもうほとんど赤い状態、破綻状態になった52、3年頃からですね、初めて助成金とかを入れるように積極になっていきますけども、それまではですね、そういうことは全くなかったわけですよね。だから、それでもう本当にもう、あと、破綻以降はですね、破綻した状態以降はですね、どんどんどん毎年毎年助成金を入れていかないといけない。ただ、それも嫌気清水の状態になってしまって、どうしようもなくなって、最後は民営化しようとなっているわけですけども、さあ、この建設、新幹線を建設するときにですね、公共事業だとかっきりと位置づけてね、本当にじゃあこんだけ作るんだと、道路と一緒に作るんだっていうぐらいに意気込んでですね、一般の道路建設と一緒なんだっていうふうに国鉄に対してですね、政府がきっちりと資金援助とかしていたら、またね、違った形になったんじゃないかなと、改めて思います。新幹線の話もね、させていただいたんですけども、整備新幹線決定版の部分をね、本当にね、国鉄問題っていうのをね、私いつもこう語ってるんですけども、まあこう語るとですね、なんかこう、すごく偏った人間と思われるんですけど、私何度も言います。何度も言ってますけども、国鉄っていう一つのもの、組織をですね、私は小さな国の組織、国っていうふうにね、イメージして考えてます。だから小さな国家が、ね、日本という国の中に存在して、日本っていう国の傀儡になってしまって、ね、言うといかんかったらもうお金もあげへんと、ね、言うこといかへんかったら飲ませんのっていう感じの状態を支えてしまったんじゃないか。それが民営化っていう形になったんだというふうに解釈しているわけですから、少なくとも国鉄っていう組織がどういう形で生まれてですね、どういう形でこう消滅していったのかと。要は一つの国が生まれて誕生して消えていった経緯。それを考えていけばですね、それを今度は日本国で当てはめるときに、日本の国益っていうのはどういうふうに守っていかないと、ね、アメリカだったりとか、他の国のですね、グローバルな企業だったりとか、そういうものに加えてしまうんじゃないかという警告を込めてですね、あえて国鉄元気ということでね、情報を発信させてもらっているところがあります。そういう意味ではですね、今後もですね、まあ、少し異なる視点からですね、鉄道史というのを語っていきたいと思いますのでね、今後ともどうかよろしくお願いいたします。チャンネル登録いただきますとですね、励みとなりますのでね、どうかよろしくお願いいたします。なお、久々の更新になったことをですね、合わせてお詫び申し上げます。